が醤油を飲んどる、お前は塩を伝えろということがあったんで、怪しいですよね。薬屋さんがね、塩を販売してる、本当怪しいですよね。え、原因じゃないの、うさんくさいですよね。もうね、めちゃくちゃその気持ちわかりますよ。僕もね、そのものだったから、いい塩をね、探してたから、たまたま、このね、サンプルをもらったのかとか、友達からもらったから、まあ、無理にね、断ることもできないからとかいうことで、ね、一回使ってみようかとか、まあ、いろいろあると思いますけど、まずは、この YouTube チャンネルとか、塩のサンプルとか、ビラとかを、インスタとかもそうですけど、知っていただいて、本当にありがとうございます。これがね、ちょっとでもいいきっかけになればなって、本当に思いますね。僕も薬局業界に二十数年間携わってまして、嫁もね看護師なんですよね。で、理学療法士でもあるんですけど、もうね、正直言いまして、スピリチュアル系とか怪しいのも大嫌いっていうか、苦手意識満載なんですよ。宗教とかもなんかね、こうね、怪しいのはなんかちょっと苦手っていうか、やっぱりね、教科書に載ってることないとやっぱ信じられない、ネット情報なんか信じられないみたいな感じばっかりできましたし、ましてやね、薬屋ですよ、看護師ですよ、病院ですよ。そこで塩って言ったら何ですか、悪の根源ですよね、悪の塊、悪の数軸、とにかく何でもいいから原因、これさえできればもう健康をゲットできるっていう風に本当に思ってたんですよ。自分もね、ものすごいやっぱ減塩してましたし、本当にそう思ってたんですよね。でですね、僕のね、塩との出会いなんですけど、薬局をね、開業したのが今から10年ぐらい前になるんですけど、その時に売り上げはね、悲惨だったんですよ。最初ね、まあ天狗になってちょっと自分でね、独立起業して開業したっていうのはいいんですけど、もう本当にひどい惨憺たる状況で、1日の売り上げが10円とか30円とか0円とかのオンパレードだったんですよ。本当ね、暇すぎて冷や汗が出る、なんか脇汗がずーっとかいてる感じなんですよ。暇すぎて何もやることがなくて、もうね、レイアウトを変えようは全然お客さんも来てくれないし、これ意味あんのかなみたいな感じでね、ずーっと持ってたっていうのもあったし、住宅ローンもあるでしょ、13万円ぐらいあったんですけど、あとは家賃も、お店の家賃もある、光熱費も2個かかる、生活費もかかる、移動もね、やっぱりガソリン代かかる、遊びに行くことすら本当にね、怖かった。吉野家のサラダを頼むかどうかで本気で迷ったっていう時期もあったし、子供もね、まだ1歳半とかだったんで、本当にどうしようかなみたいな感じで思ってたんですけどね。その時に薬局を開く時って薬局の協会に入ったんですけど、その協会のおじいちゃん薬剤師がいたんです。その人が来てくれたんですよ。あまりの暇さ加減か、お見計らってか知らないですけど、その時に言ったのが、最初にお伝えした、俺は醤油を飲んどる、お前は塩を伝えろと、そういうことだったんですよ。正直ね、運命とか、うわ電撃が走ったとかは全然飲んで何も感じなかったですよ。本当に何にも感じなかった。だけどね、やっぱりね、あまりに暇だったし、断固拒否したんですけど、何回も来てくださるから、だからもうしょうがなくっていう感じでやったんですよね。塩をね、どんどん、あとね、お金がなかったから、とりあえず塩でもいいから食べとこう、お腹減りすぎてるから塩でもいいから食べとこうみたいな感じがあったんですよね。それでね、塩を食べまくってみたんですよ。もうね、ほんとね、破れかぶれですよ。マジもう何とでもなれみたいな感じで、そしたらですよ、この塩を食べる、ミネラルを取るっていう塩生活を始めて1ヶ月後ぐらい、奇跡的なことが起こったんですよ。いや、1ヶ月もかかってないかな、3週間ぐらいかな、僕の場合ですよ。人によって本当に違うんで。でね、僕の場合は20年間悩んでいた慢性の偏頭痛、ロキソニンを1日3から6錠飲まないと本当にやばいっていう偏頭痛が治っちゃったっていうか、なくなってたんですね。でね、下痢がひどかったんですよ。下痢がね、もうすぐ下痢になるっていう感じがあったんですけど、それがね、スタッ、マジでな、消えてたんですよね。でね、慢性の蕁麻疹っていうのも、高校生の時からずーっと熱くなったらズワーってなってた慢性蕁麻疹が出てたんですけど、お風呂入れなかったんですよ、それ。熱いお風呂。だ、それがね、なんかあれ出にくいっていうか、出なくないみたいな感じで思ってしまって、要はね、体質っていうのが明らかに改善したような気がしたんですよ。水虫とかも敏感肌とかもあったんですけど、慢性疲労もめちゃくちゃあったんですよ。それもね、本当になくなったし、風邪ひかない。爪もね、歯茎も本当に弱かったんですよ。もう歯ブラシに塩を乗せて、本当に歯磨きするみたいなことをやってたんですけど、もうね、それもなくなると。本当かなぁみたいな。今までの薬局で教えられてきた人生って一体何だったんかね。というか真逆だなっていうような、すごい思ってたんですよね。でね、妻、嫁さんも、長年苦しんで生理痛とかで、
あったんですよ。それもなくなっちゃって、嫁はそれでもうびっくりして塩始める。子供にもボン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 食べさせてたんですよ。もう辛いみたいな顔するけども、とにかく離乳食とかご飯とか、とにかく口に入れたり、お風呂にブワーって大はさじ、山盛り4、5杯ブワーって入れて、お風呂に浸からせたりっていう風にしてたんですけど、1歳半の子供もアトピーがひどいって言われて、アトピーの薬を飲んでたり、あと塗ったりしてたんですよね。あと、子供のね、下痢がひどかったし、夜尿症もすごかったっていうのもあったんですよね。それもね、きちっと、なんかね、治ったって言わないで消えてなくなってた感じだったんですよ。だからほんと、何これみたいな感じで思って、塩はこれほんとやばいな、これは伝えないかんわって思ったんで、大学の時代の先輩に電話して、で、あの塩を、世界最高級の塩を入れたいんですっていうことで今輸入してるんですけどね。それがね、あの40トン単位だよって言われたんですけど、それがね、数千万したんですよ。だからもうしょうがないから、とりあえず自宅を手放してマンション2個持ってたり、そういうのももう全部売り払って、今塩をお届けしているということになってるんですけどね。塩の効果すごいんですよ。じゃあ調べれば知るほどすごいんですけど、ここに載ってるんですよ。栄養をしっかり吸収させる。塩はね、浸透圧っていうのがあるんで、栄養をしっかり吸収させるっていうのがあるんです。体を温めるっていう作用もあります。塩化ナトリウムっていうのはダメって言われてるんじゃなくて、ダメじゃなくて単品だからダメなんですね。塩化ナトリウムといろいろビデオミネラル元素、マグネシウム、カルシウム、マル、モリブデン、セレン、亜鉛、ニッケル、銅、鉄とか、そういうのも混ざり合って塩化ナトリウムがしっかり温めて体から排出、余分なものは排出するっていう働きがありますんで、塩化ナトリウムで体を温めるっていうのは絶対必要なんですよね。続いて筋肉を動かす、三つ目、筋肉を動かすっていうのがあるんですよ。筋肉の中にナトリウムとカルシウムが入ってギュッて、そしてマグネシウムとカリウムが入ってふわっと緩むっていうのがあるんですけど、それを繰り返してるんですよね。それで筋肉を動かすっていうのがあります。あとは4つ目は神経を動かすっていうのがあるんですけど、神経伝達物質っていうのは電気なんですよ。電気の原材料になってるのが微量ミネラル元素なんですよ。だからそれが、その原料がないと動きようがないということなんですよね。5つ目が内臓を動かすっていうこと。内臓っていうのはね、絶対冷えちゃダメなんですよ。特に腎臓も冷えちゃダメなんですよ。だけどそれはね、減塩してるから、ナトリウム分が、塩化ナトリウム分がないから、体の中が冷え冷えなんですよ。夏場特に冷えてませんか？冷たいもんばっかり食べても、アイスコーヒーやら冷製パスタ全部冷たくなるんですよ。そうすると体が冷え冷え、そして塩がまた減塩してるから余計温めるもんがないですよ。夏こそ冷えてるんですよ。冬も当然冷えてますよ。内臓は冷えたら動かないんですよ。ホースと一緒ですよ。ホース、水道のホースありますよね。あれは冬硬いじゃないですか、動かない。だけど夏場はふわふわですよね、あったかいから。だからね、塩化ナトリウム、塩を食べて内臓のホースを温めないといけないんですよ。小腸を温めないといけない。そうすることによってふわーんとした流れになって、栄養素もね、いろんな排泄物も全部流れて、うまいこと体が動き出す、内臓が動かす、き出すっていうのはあるんですよね。だから本当にね、それをね、しっかりね、一回本当に騙されたと思って、塩、本物の塩、微量ミネラル元素が入った非加熱の塩をしっかり取ってみてほしい。塩の選び方は簡単ですよ。健康食品屋さんに行きます。またパラーって行きます。そして、加熱されてない塩をください。健康食品屋に行きます。加熱されてない塩をくださいっていう風に聞いてみてください。そしたらね、いい塩が出てきますんで、それをね、1年できれば熟成されてるのがいいんですけど、それをね、しっかり取る。本当にね、美味しいと思える範囲で1日 10g 前後をめどに、美味しいと思える範囲でたくさんしっかり取る。減塩という頭を一回どけて、しっかり取る。それをやってみてほしいなと思います。そしたらね、体がね、本当に欲してるっていうのがね、すっごいわかりますよ。一回ぜひね、やってみてほしい。そして、ね、家族の笑顔をそれで取り戻してほしいって思いますよ。いい塩で、加熱されてない非加熱の塩で、一緒に健康を取り戻していきましょうよ。ギャバタ！チャンネル登録者数もね、とこさん、なんとかさんとか1年半で7800名ぐらいまで来てますんで、ぜひ1万人行きたいんですよ。だからチャンネル登録をして見逃さないようにしてください。よろしくお願いします。じゃあまた。